鈴木純敷島ゲームは先制。前半28分、グラウンダーのボールで先制点を奪いました。鈴木頭脳的なシュートでしたね。どうでしょう、壁今ジャンプしましたかね。いやベンチもガッツポーズ。鈴木純はこれで3試合連続ゴールということになります。さあ見てみましょう。ジャンプしてますね。これはしてやったりですね。こうやって後から見ると本当に足が上がった